必要な学習内容を見つけてあげて、何よりもせめて学習面においてはその子を楽にしたいっていう思いは常に心がけてます。子どもたちの可能性っていうのは本当に無限大です。どんどん変わってきます。まあ、良し悪しはあると思うんですけれども、常に自分のお子さんっていうのは信じ続けてあげていただきたいと思います。